3分間180秒に100万円がかかった試合。坂東がバレロの世界記録を阻止すれば100万円。バレロが1ラウンドで坂東を下し、連続1ラウンドノックアウト記録を更新したら100万円。第1ラウンドから一瞬たりとも目を離すことはできません。さあ今試合が始まりました。1ラウンド100万円のかかった試合、3分間で試合決まれば100万円が動きます。さあいきなりエドウィン・バレロが積極的に攻めていきます。セレスさん、はい、もう勢いよく最初から打ち合いになりました。あーっとだー、いきなりだ、エドウィン・バレロが序盤からいきなりタイムを奪いました。わずかに20秒経過、わずかに20秒しか経過していません。早くて17秒、遅くとも2分10秒までに全ての試合を終わらせているバレロ。これは注意が上がりますね。パンチにパワーがありますよ。いきなりチャンスを迎えましたバレロです。バンドリー白いトランクス、バレロはみんなパッ、言葉通りで逃げてませんね。1ラウンドから打ち合う、そう宣言したバレロ。聞いてますね、聞いてますね。しかしバレロ詰めていく、バレロが詰めていく、左右バレロが詰めていく。まだ50秒経過、1ラウンドで試合を決めるのか、左右左、世界記録をさらに更新するのか。バンドも打ち返す、バンドも打ち返す、バンドのパンチも一発当たればわからない。そうですね、バンドでも、ね、パンチありますからね、十分に倒す力を持っていますバンド。さあバンドヒーローが単に打ち返す、さあこらえている。バンドヒーローもその勇気を持って鋭い眼光でバレロを睨み返す。左から右冷静にやっていく、ハードパンチだけではなくスピードを持っていますこのバレラ。そうですね、左右のフック、サウスポーのバレロの重いパンチ、左硬いパンチ。さあハーフタイム経過、ハーフタイムが経過しました、ハーフタイム経過した。いやー、こういうの力迫力ありますね。さあ3分間1ラウンド、このラウンドを乗り切れば坂東ヒーローには100万円が与えられます。しかし坂東、セレスさん逃げることはありませんね。そうですね、16戦全勝、そして16-1ラウンドノックアウトの世界記録を更新しました。いやー、すごいパワーですね。いやー、言葉通りの1ラウンドノックアウト。いやー、すごいパワーですね。いや、最後まで最後まで坂東ヒーローは逃げることはありませんでした。いやー、逃げなかったですね。打ち合っていったんですが、しかしこのパンチ力というのはやはり世界の中でもこの階級でナンバーワンと言われるだけありますね。そうですね、荒っぽいんですけど、それがまた武器ですよね。今坂東ヒーローが立ち上がりました。果敢に最後までこの挑戦をしていきました。いや、今回は挑戦者を公募という形で募集したんですが、この坂東ヒーローは果敢にも自ら名乗りを挙げました。バレロ、勝ったのはエドウィン・バレロです。1ラウンドの KO 勝利、これでバレロに100万円賞金が与えられるということになります。